蓮池さんは金正恩総書記からのお見舞いの電報や金与正氏による岸田総理が平壌を訪問する日が来るかもしれないという談話について、トップがですね、トップに近い人が拉致問題について取り上げるっていうのはもう今までない話で、逆に何かこう拉致問題を動かそうという考えがあるのではないかっていう予感もさせます。北朝鮮が日本の動きを見極める体制になってきているとして、物質的な見返りが北朝鮮が求める段階に行けば解決の動きにつながる可能性が見えるとも語りました。今拉致問題っていうのはもう期限があるんだと、今残された帰国されてない方の親おぼ世帯はお二人になっていると、このお二人が娘さんと会うまでが期限で、それが過ぎたらもう北朝鮮は自分たちの求めるような外交できない、絶対そうしなきゃいけないと思っています。解決済みじゃないっていうことを改めて多く国民に知ってもらおう。蓮池さんは国に対しロードマップを示すなど拉致問題を優先させる姿勢を望むと話しました。